ではぼちぼちね、いい時間になってきましたので夕飯の準備をしたいと思います。今ご飯を炊いてます。今日はあの固形燃料で自動炊飯じゃなくてもうこのバーナーでやっちゃってます。でご飯が炊き終わって蒸らしてる間にメインの調理をしていきたいと思うんですが、こちらサーロインステーキ、ちょっとちっちゃいやつを買ってきました。今日もね、鉄板、先日もご紹介した福音入りの鉄板持ってきてますんで、そちらで肉を焼きたいと思います。あとね、肉といえば欠かせないのがニンニク、スペイン産紫ニンニクっていうのが売ってたんでこれ買ってきてみました。ニンニクね、こう1個丸ごとあるんで、まあ、全部はもちろん使わないですけどたっぷり使っていきたいと思います。今日ね、今日よりも早めに雨が降ってきたのと意外に寒いんですよ。まあ、ブルブル震えるほどではもちろんないんですけど、半袖の上に長袖を今1枚羽織ってちょっと肌寒いなっていう感じの寒さです。多めにニンニクをおっとカットしていきましょう。してきましたね。でこれで皮を剥いて、はい、ではニンニク皮を剥いたんで切っていきます。もう適当に、もう大きめにね、たくさん使うんで切っていきますね。これでニンニクが切り終わりました。今これね、ちょっとお酒休憩で炭酸水飲んでます。じゃあちょっとね、ご飯炊けるの待ちましょう。皆さん、ここで大ショックです。肉焼けてる動画がうまく保存できずに消えてしまいました。ご飯もうまく炊けました。いただきます。うん、うまい。じゃあ肉も焼けました。ちょっと鉄板の上置きっぱなしにしてたんでちょっと焼きすぎになっちゃいましたけど、いただきます。うん、うまい。なんか動画ファイルの処理中ですとかなって、でそれがなんかくる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 して結局終わらなくて保存されてないっていうオチなんですよね。では肉を食べる時用に取っといたビール、スプリングバレー豊潤496クラフトビール、いただきます。いやまたもや、なんかいつも肉を焼いてんのが取れないんですよね。なんでだろうな。うん、まあでも美味しく焼けたからよしとするか。ちょっとステーキ丼にしようかな。はい、こんな感じでステーキ丼完成しました。鶏に塩つけてニンニクのっけて、うん、
でも肉はうまい。で今日ですね、まあ今日というか皆さんのソロキャンしてる時って野菜って食べてます？なんか最近というか、なんかキャンプの時ってやっぱ野菜不足するなと思って、この鉄板で焼いたら美味しい野菜だったらいいなと思って行きのイオンで見たんですけど、まあ、正直なんかパッとする野菜がなくて、焼いたら美味しそうなものが、なんで玉ねぎ買ってきたんですよ。まあ玉ねぎ焼いたら美味しいじゃないですか。玉ねぎちょっと焼いてみましょうかね。玉ねぎもだいぶでかいんですよ。ちょっと皮むきます。ここはさすがに焼けないんで、ちょっと残ったのは家に持って帰ろうと思います。さすがにこのサイズの玉ねぎを切ろうと思うとオピネルだとちょっとちっちゃいですね。よいしょ、もう1枚ぐらい。お、蚊が来たな。日中全然虫いなかったんですけど、夜になってちょっと出てきたのかな。よいしょ、よっ。ちょっと回しながらね。おお、いい感じいい感じ。もう一枚ぐらいいく？ちょっと危ないな、まな板じゃないから。よいしょ、あ、ちょっと薄くなっちゃった。難しいな。よいしょ、よし、こんな感じで半分は持って帰ります。再び鉄板に点火。よし、もう乗っけちゃおう。よいしょ、よし、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。よし、じゃあその間に私はこのステーキ丼を、あ、やばい、堀西が鉄板に置いたんだこいつ。よいしょ、はい、いただきます。うん、これはひっくり返すのが大変かもしれない。よいしょ、はい、初登場です。はしはし、やばいやばい、崩れた。よいしょ、いまいちだな。よいしょ、おおおおおお、よいしょ、あ、どんどん分裂していってしまう。よいしょ、これはね、なかなか難しいですよ。よいしょ、端っこのやつはもういいかな。そう、食べてみましょう。いただきます。うん、甘い。うん、はい、じゃあちょっとこの辺行ってみましょう。ちょんちょんと堀西をつけていただきます。うわ、うまい。うん、めっちゃいいわこれ。
玉ねぎが鉄板で焼く玉ねぎ最高ですね。うまい。満足。ごちそうさまでした。ああ、うまかった。だいぶね、暗くなってきましたよ。こんな感じです。まだね、完全に日は暗くなってはいないですけど。かなりいい時間帯になってきました。ちょっとね、夜の感じも撮ってみようかなと思ってます。ここがキャンプ場の、駐車場の脇、トイレの横にオーナーさんがここで薪を割ったりする、薪を置いてるスペースになるんですけど、ライトがこんな感じでついてて、すごくいい雰囲気になってます。で、この横が水場がありますね。で、この中、夜入ったことなかったんですけど、こんな感じで、綺麗な雰囲気です。いいですね。夜も綺麗です。中にも水場がありますんで、一応この外の水場も屋根はあるので、雨が降ってても洗い物とかは全然できると思います。ちょっと私ね、明日の朝食用に今お米を水入れてます。はい、じゃあサイトに戻りましょう。今真っ暗で多分何も映ってないと思うんですけど、またね、カエルの鳴き声がねすごいですね。ここが受付ですね。ちょっとあんまり映ってないかもしれませんが、はい、こんな感じです。本当にね、天気もないので、天気がいい日だったら星が綺麗だと思うんですけど、今日はあいにくの空模様で、今は雨が降ってます。夜ね、すごく雨が強くなる予報なので、今日はしっかりとタープを張って、テントもタープの下に設営してます。中はね、今こんな感じの雰囲気で、ランタンを入り口に灯しまして、椅子の横にノクターンですね。今椅子に座った感じ、左側にノクターンと頑丈ボックス、見えないと思いますけど、ここにシェラカップかけてます。で、ここにゴールゼロと、あとこれちょっと虫をね、殺してくれるやつ、ランタンぶら下げてます。はい、もうちょっとね、まったりしたら早めに寝て、明日も雨がずっと降ってるっぽいので設営が大変だと思うんですけど、朝食作ってね、食べ終わったら撤収をしていきたいと思います。では皆さん、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。今5時25分です。結構今もなんですけど、雨が強いですね。夜中もですね、結構雨強くて、何度か目が覚めました。雨ね、強いんですけど、ちょっとトイレ行ったり顔洗ったりして、そろそろ起きようかなと思います。はい、ではですね、今ご飯炊いて蒸らしてるので、その間にコーヒー入れていきたいと思います。今日も
村上式コーヒー焙煎店さんのケニアの朝入りです。それでは朝コーヒーいただきます。ああ、しみるなあ、うまい。はい、ではもう一回お湯を沸かしまして、お湯が沸いてきましたので朝ごはんの準備しましょう。今日はザ・日本の朝食をしたくて、味噌汁、ご飯、納豆、あと卵とかも持ってきたんですけど、ちょっと雨でいろいろと大変になっちゃうので片付けが、今日はもう味噌汁と納豆とご飯、まあちょっと合わないですけどコーヒーですね、で済ませたいと思います。味噌汁はお湯160を目安にということでした。160、はい、味噌汁完成です。じゃあご飯の炊き具合を見てみましょう。じゃあご飯いきますよ。これがね、熱いんですよね。よいしょ、お、よいしょ、おー、オッケーオッケー。うん、いいですね、バッチリ炊けてます。ちょっとじゃあ味見でいただきます。うん、うまい。納豆の準備をしていきます。ね、しっかり混ぜて、よし、ちょっと2パックのやつを買ってきて持って帰るのもあれなんで、2パックともやっちゃいますね。はい、これで今日の朝ごはん完成です。納豆ご飯と味噌汁ではいただきたいと思います。まずは味噌汁からですね。味噌汁、油揚げとわかめの味噌汁ですね。いただきます。あ、うまい。うん、そして納豆ご飯、ちょっと薬味とかも何も持ってきてないんですけど、いただきます。これね、納豆ご飯いただきます。うん、いいわ。うまいしか出ないけど、うまい。なんか雨がさっきよりも強くなってきた気がするのは気のせいでしょうか。ちょっとね、小ぶりになったタイミングで
撤収を始めないとだなぁとは思ってるんですけど、なかなか小ぶりにならなくて、じゃあ引き続き、朝ごはんね、ゆっくりいただきたいと思います。また、後ほど、多分、今日雨なんで、撤収の動画撮れないと思うんですけど、頑張って、この雨の中撤収しようと思いますので、皆さん応援してください。では、また後ほどお会いしましょう。はい、ひとまず撤収が完了しまして、雨が今結構すごくてですね、これ来てたんですけど、多分なんか頭が濡れてんなと思ったんですけど、多分この辺の縫い目あたりから浸水したっぽくてですね、もうこのメッシュのところとか背中のところがびっしょびしょになっちゃってまして、もう服までびしょびしょな状態です。で、幸いですね、こちらのタイニーキャンプビレッジさんはこのようなジグハウスっていう屋根付きの小屋があって、そこでですねちょっと荷物をまとめたりとか、今小休止をしてます。すごいね、雨で音でわかると思うんですけど、まあ、今幸いこの屋根があるのでちょっと休憩して様子を見ながらね帰ろうかなと思うんですけど、頼みの綱のカッパが染みてきてしまっているので、さてどうしたものかと悩んでるところです。とはいえ今回もですね、前回に引き続き雨キャンプになりましたが、タープがあったおかげで非常に快適に過ごせました。ただ、さすがにね、本降りの雨での撤収は初めてだったのですごく大変でした。まあ、カッパを着てれば大丈夫かなと思ったんですけど、このカッパが染みてきてしまった関係で、途中からすごいなんかずぶ濡れになりながら撤収をしているような状況になってしまったので、次回に備えてまたカッパはですねもっとしっかりしたものを新調したいなと思っております。では、またちょっと様子見ながらですね、今日は帰路に着きたいと思います。今日もこんな雨ですね、外は。こんな雨ですが、神奈川県厚木市にございます、タイニーキャンプビレッジさんからお届けいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今、帰路に着いておりまして、ここがズンダバーラーメン屋さんで、この橋を渡っていくと近道ですね。で、この川なんですけど、普段はすごい流れがですね緩やかな川なんですけど、昨日から結構雨が降ってますんで、これだけ濁流って強い流れになってます。川はね、雨降ると増水とかして怖いですね。はい、今日はですねまだバスの時間まで少し時間があるので、近くのコーヒー屋さんがあるみたいなんで、そこに行ってみようと思ってます。